はい、どうも、よっぴっこと伊藤です。今日はですね、一手間加えることで仕上がりがめちゃくちゃ良くなるという話をですね、したいと思います。今回、そのね、テーマをなぜ話そうかなと思ったかというと、今、私がノートで運営しているノートを楽しむ会というコミュニティがあるんですけど、そちらに参加してくれているともさんという方がね、実は スタンド FM でもラジオ配信をされていてそこで本日ラジオにね BGM をつけて配信したとでそれを聞かせてもらったんですよそしたらねめちゃくちゃかっこよかったです正直羨ましいいいなぁと素直に感じましたともさんが配信されているのが波町ラジオというね海に 行くときに聴けるようなラジオ。そして、その車の中でね、ぴったりな配信や音楽というのを配信されているんですけど、まあね、BGM があるとないで、ここまで配信が素敵になるとは。その配信会を聞いて、私もうちょっとね、BGM というか、エンディングソングというかね、つけたいなと思いました。 まあでもね、その BGM をつけたり、あとはエンディングソングを入れるって、ちょっとね、手間がかかるんですよね。ラジオ配信って、基本的にはね、どこのプラットフォームもそうだと思うんですけど、スマホのマイクに直接吹き込んだり、あとは音声ファイルをね、最近だとアップロードできるところが増えてきてるんですけど、基本的にはマイクに向かって話すことが普通というか、 まあそれだけの作業じゃないですか。そして配信先の方で用意されている BGM を上から被かせるという形がね、一般的だと思います。なので自分で用意した BGM を上から被かせたり、あとはエンディングテーマ、エンディングソングを差し込むというのは本当に手間がかかる作業なんですよね。音声ファイルをアップロードできるといっても、 普通に話したものの後にね、エンディングソングを差し込むと、例えばスタンドヘェムとか、そこで BGM を被せちゃうと、BGM とエンディングソングが被ってしまう状態になります。なので、外部でね、組み合わせてから配信しなければいけない。というね、本当に面倒な作業が発生します。ただ、その一手間をね、加えるだけで、 一気に印象は変わりますし、めちゃくちゃ素敵な配信に変わるんだなと改めて感じました。まあ料理とかでもそうですよね。めんどくさいほんの一手間。それを加えるだけで味がね、ぐっとしまって美味しくなったりしますよね。だから本当はね、そこのちょっとめんどくさい作業、ほんのちょっとの一手間を 加えるということが非常に大切なんだなと。じゃあお前もやるのかと聞かれるとですね。まあ正直やらないんでしょうけど、ここまで言っといてあれなんですけどね。まあ理想はね、もちろん差し込みたいですよ。ただ今の私のテーマで言うと、サクッと収録してサクッと配信。これが第一テーマになっているので、なるべくね、 手間をかけない形でどう配信していくかということを第一に掲げているのでエンディングテーマを差し込むってなるとねちょっとねハードルが上がってしまうんですよねその部分をねその労力を惜しまずにともさんはやったからこそ非常に素敵な配信になっているわけですしその行動力とかね探求心そのあたりは非常に見習いたいなと思いますちょっとね エンディングテーマになるようなものとかを探そうかなと考えています。まあそうなった時にね、どうするかっていう感じですよね。BGM を被せずにエンディングテーマだけ差し込む。まあプラットフォームのね、BGM も無理やり被せなければ被せなくてもいいですし、被せなければね、ちょっとは作業が簡単になるので、まあその辺をね、検討してやっていきたいと考えています。 非常にね、素敵な配信になっているので、今回概要欄の方にも、ともさんのその配信を載せておきますので、ぜひ聞いてみてください。ということで、本日は一手間加えたらめちゃくちゃいい仕上がりになる。ラジオも料理も同じということで、お話しさせていただきました。今日はこの辺りで、じゃあね。